しもし、ゆき？西暦2100年、横浜ベイサイドシティは度重なる震災のダメージからいち早く立ち直った。だが同時にそこには富と権力の従来の司法力ではシティの治安の乱れに対して同市長ウォンは法の網をくぐり抜け、そこにはびこる凶悪な犯罪者を、本来重火器については装備使用制限があるバウンサーだと結成されたエンジェルアームズ社に対してのみ、市長はこの制限をエンジェルアームズ、女性だけで組織された6名のチームだが、市長の期待以上の成果を上げるこのチームを闇社会の住人は疎ましく。タカコ、君とエンジェルの諸君には常々感謝。どうすぎた暴れっぷりに抗議の声もある。もう少しスマートに仕事はこなしてもらいたいもの。まあいい。何より君たちのかテロだけでなく、ここは闇社会に生きる者たちの人工知能ラグナが再起動した。それは管理するも、その通りだ。ウォーマン、君から話してやってくれ。バウンサーキラーについて聞いたことがある。そう、君たち市長を狙うテロリストは数多い。手ごわい英氏を片付ければまだ敵についてはこち、何か分かった時にはすぐにも知らせるが、話は分かったけど、調査って言ってもどこから手をつけたら。ラグナは何も調べてよこさんのか。こんな時のためのラグナ野郎。都市計画から情報管理、治安維持に市民生活のバックアップまでやらせようってくらいのユニットなんや。うちらを狙ってるんが誰なんか、その程度はしっかり調べてほしいもんやな。無茶言わないでください、シルビアさん。とにかく私たちなりに調べてみることね。誰やら知らんが、うちらを狙おうなってやつはしばき倒したるわ。シルビアの言う通り、二度と変な気を起こさないよう、私たちの力を嫌ってほど見せつけてやる必要があるね。それはバウンサーキラーを雇った組織にも言えることね。いや、何も。ああ、分かっている。
になったな。タカ子も気が揉めるやろ。まあな、あたふたしたところでどうなるもんでもないやろし。そりゃうちも不安やけど、何せよ早いと敵さんの情報を手に入れるこっちゃ。全てはそっからや。そんなに持ち上げられると照れるわ、うち。気づいてると思うけど、みんな内心はかなり不安なんじゃないかな。狙われるってのはちょっと嫌な気分だな。正直なところいつ死んでも不思議じゃない。そんな仕事なのは承知の上だけど、そうだよね。さっきの言葉は忘れて、ちょっと気弱すぎた。そうさせてもらうよ。よくないわ。バウンサーキラーのことが気にかかっちゃって。でそんな調子じゃダメよ。頼りにしてるんだから。私はとりあえず自分でできることをしている。ですもん、当たり前ですよ。今もなんだか落ち着かなくて、誰かの顔を見たかったところです。ありがとうございます。でもまだ頼りなく思われているみたい。何も隠していない。ただちょっと複雑だっただけだ。私がイリーガルな組織に身を置いていたのは知っているだろう。その時のことを思い出したんだ。それで気がめいってしまってね。ああ、分かっている。心配かけてすまないな、タカ子。ここにいたのね。ゴーマンから連絡があった。市長に来てくれって。例の件で敵の情報が入手できたらしいの。
称ファントム、バンサー格闘射撃ともに優れ、ランドメイドの操縦、テロリストどものスターだな。ん？帽子屋は知っているな。ファントムの居場所だが、そろそろ情報の一つ。町をうろついているはずだ。家にが私を招待されたことは。久しぶりだね、姉さん。まあいいじゃないか。しかし姉さん、あんたやっぱりそうやって怒った顔が。せっかちだな。まあいい。ダウンタウンに倉庫街があったろ。あそこに身を潜めているらしい。どういたしまして。まだまだ、なん、意義なし、先手必勝や。シルビア、あまり調子に乗ってヘマしないでよ。私、頑張ります。じゃあ、みんな行くよ。
Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
さすがに簡単にいかんかったな。向こうもプロやったし。それにしても乱暴すぎる。もっと戦略を洗練させる必要があるな。まあまあ、アリさん、ミッションはとにかく成功したんだから。洗練されてないのはシルビアさんだけですし。なんやってごめんなさい。みんな無事で何よりだけど、結局雇い主は分からずじまいか。今回のように捕まった時、口を割らなくて済むように。そうだよね。それと関係あるかどうかは分からない。そのようだ。あれはジャッジだ。エンジェル・アームズ社への依頼が減っているのもおそらくは彼女らのせいだ。さっき言いかけたのはこのことだ。とにかく荒っぽいが仕事は完璧。完璧という評判だそうだ。チームは3名構成。ララとサラの双子の姉妹に元傭兵のグーリック。さてね、自分の心。好きにすればいい。